みなさん、こんにちは。しおりめちゃんのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はダイソーで買ってきた1万円分の購入品紹介をしていきたいと思います。って言っても一気に1万円分買ってきたわけじゃないんですよ。2回に分けて、そう、2回に分けて買ってきたものがたまたま約1万円分だったっていう。はい、そうでございます。そうでございます。はい、ということでちょっとね、めっちゃいっぱいあるんですね。めっちゃいっぱいありすぎるのでちょっと一回ジャンルに分けますか。ジャンルに分けます。しほちゃん、りみちゃん、食べ物、ママとか、なんかこれじゃあちょっとバラバラすぎて紹介するのも大変だと思うので、ちょっと一回軽くね、分けます。はい、はい、ということでまずはね、私が買ったものを机の上に出してみました。結構あるよね。結構ありますね。結構あるよね。じゃあこれをちょっとカメラをもっと近くして撮った方がみんな見やすいよね、きっとね。そうですよね。ちょっとね、こんだけあるということだけ一旦見せて、はい、じゃあカメラをね、ちょっと近づけまーす。はい、はい、ということでね、まず一つ目がこちらのね、クモのカンカンです。可愛くない？なんか流行ってるよね、最近クモね。そうなんですよ。それで今机の上のインテリアで、うん、こういうの見て買いました、はい、机のね、今模様替え中で、めっちゃ可愛いなと思って、シンプルに白で、白とかで、そう、統一しようと思って、うん、まあ、ピンクももちろんね、はい、なくすことはできないんですけど、なくすことは無理で、続いてはこちらです。可愛くない？これもこれで、可愛い、こう着るの。これ100円だよね。100円安いよね。ベンチ、はい、可愛いです。続いてはこちら、こちら300円なんですけど、なんだろう、香水っていうのかな、棒の香水っていうの、棒の香水。これはですね、書いてありますよね、ディフューザーですね。ディフューザーっていうのね。ディフューザー、はい、ね、これに棒を刺して、うん、ふわーって香るってやつ、流行ってるよね今ね。でもこれもね、はい、これ300円なんですよ。ちょっとお高めで、うん、続いてはカードミラーです。見てください、この白、可愛くない？めっちゃシンプルで、ちょっとそれどうなってるか興味ある人いるかもしれないから開けてみる。私も実はどうなってるか分かんないっていう。でももうこのサイズなんで、お財布にも携帯にも入るなと思って。ね。ね。よし、来た。あー、こういう感じね。ちょっと待って。あっち見られるの嫌だね。映っちゃうかな。裏にね、こう、こうなってるんですよ。これなんか、あれ、紙ついてる？紙ついてる。ついてるよね、なんか映りが。ついてましたね。行きまーす。はーい、うわー、見て、こっから。これ汚いのから、おいってこうなるの。わあ、綺麗。綺麗に映る？ね、動画の画質より綺麗かもしれない。本当？あ、いや、私の手が。映さないでよ。ちょっと。薄いからお財布とかにね、色入れとける感じなんです。私の顔がすごい丸く見えるんだけど、縦にすればいいか。いや、丸く見えるんじゃない？あ、めっちゃ細く見えるんだけど。丸いんじゃないの？爪だね。あ、爪ですね、これ。はい。めっちゃ可愛いんですけど、うん、って感じ。はい。しーちゃん、これさ、これも一応開けとこっか。これも開けます？それも開けましょう。300円、お高めのやつ。みんな中どうなってるか知りたい人がいると思うので。はい。開けられるものはなるべく開けましょう、しほちゃんが買ったものはね。他はだって別に、あの食品とかはね、あ、めっちゃいい匂いする。トイレの匂いがする。トイレの匂いかい。じゃあいい匂いじゃない。お店のトイレの匂いがしない。今はまだ買えてないから分かんないけど。マジマジ、ほんと少数剤、ザ少数剤、少数剤、少数剤、うん、見れないね。全然出てこない、坊ちゃんが。あ、出てきた。こうなってて、冒頭ね、これが別になってて、もうね、開けた瞬間から匂いが来ました。うん、え、
これ一回開けなきゃいけないんだよね。でもだよね、まず開けるんだよね。心配。あ、蓋もやっぱり蓋を開け、内蓋を取ります。オッケー。それで、あ、すいません、見えてなかったかな。このね、内蓋っていうね、蓋を取って、うん、今回この黄色の蓋をして、うん、して、スティックを差し入れて使用してください。あら簡単。あら簡単。内蓋を取ってこれをぶっ刺せばいいだけじゃん。あら簡単。あら簡単。あ、もうこれで香るらしい。あら簡単。超匂い。トイレ。いい匂いじゃない？めっちゃいい匂い。本当？机の上に置けそう？なんか六本木のトイレみたいな。六本木のトイレ。伝わらないそれ。六本木のトイレ。六本木のトイレの匂いとか嗅いだことないから。ちょっとマンを嗅がして。どれと？これ六本木のトイレですよ。あ、ほら六本木のトイレだよね。いや六本木とはママ言ってないよ。はい。はい、こんな感じです、ね。これを使います。それと漏れないように。はい。はい、次行きましょう。はい。前髪命ですね。最近前髪命ですよね。はい。続いて虫眼鏡でーす。あれ何がありますけど。あれめっちゃなんか豪快に取られてるよね。はい。と思うんですけど使っちゃいました。はい、工作で使っちゃって話していいですか。まあでも長くなるからまたこれは別の機会にしましょう。もしかしたら工作の動画出るかもしれない。であとこのミラー、このミラーと段ボールも使いました。はい、はい、今日は工作の材料をダイソーで買ったということですね。はい、どんな工作を作ったのか、まあ、ここではちょっと長くなっちゃうので話さない。めっちゃベルベル話しちゃう私も。このいきさつを話したらもうめっちゃ長くなっちゃうんで。そうなの、だから多分すいません10秒スローで終わっちゃう。スローじゃないわ。スロー超長いじゃないですか。続いてはキャンドル、アイアン、違う、あ、合ってる、アイアンキャンドルホルダー星、はい、これしおちゃんの好きな星。かわいい。ここにキャンドルが入るんですよ。こうよくさあるじゃん、丸いキャンドル。これはね、うん、下に、下っていうか家にあるのでそれを使うから今回買ってないんですけど、そこにね、キャンドルを置きます。だからここに火がこうと思って、まあ、火をつけるというより、まあ、飾りで使ってる方もね多いと思うんですけど、キャンドルって、うんうん、めっちゃ可愛い、ね、机のね、いいよねきっとね。はい、次。はい、というわけで続いてはこちらのレターボード横型って言ってね、なんかしましま、なんていうの、でこぼこになってて、でここの穴にこういう文字が差し込めるってやつ、うん、文字がね後ろにいっぱい多分ついてるの。これめっちゃ見づらいと思う。多分画面越しではやばいと思うんだけど、ここにね R とかね S とかね、そうそうそう、 A とか B、C、D、H、L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  みたいな、うん、いっぱいあるんですよね。これをまあしおちゃん机に飾るかどうかわかんないけど、これなんで書こうかな。ね、2番線ドアが閉まりますってことかな。意味わかんないんだけど。なんで？私1番線より2番線の方が好きなの。聞いてないよそんなの。あかな。まあこの文字は、まあ、机紹介の時に発表しましょうか。じゃあしおちゃん、はい、何を書くか。何が書くかな、迷う ね。続いてはこちらのハンドミキサーです。なんでそれ欲しかったの？うちミキサーないんですよね。ずっとさ、おおじゃん。おお。何作るのそれで？これで？イライラ。イライラ。決まってない。続いてはコースターでーす。これ小さかったで。かわいい。そうよね。クマさんの形のコースターで、かわいいんですよ。で、コースターといったらコップじゃないですか。向かってきたんです。これピンクで本当夏って感じしません？なんか透けててさ、透明、うん、透明、ピンク透明っていうの、ピンク透明。めっちゃ可愛くてこうしたかったんですよ。あらあら可愛い。続いては学校用雑巾。はい、これはもう新学期。これは本当に、はい、新学期ですね。あ、リミちゃんの分もあるので2個です。はい、続いてはですね、こちらの写真立てです。
で、一番大きいのは何に使うかというと、はい、鬼滅の、あのそこにあるんですけど、鬼滅のなんだっけな、パズル、そうです、パズル、パズル、前さ、前ね、あのパズル作って飾ってあったと思うんですけど、そう、私のソファ生活の時にリミと一緒に作ったんですけど、その動画のリンクは貼っとくので見てください。はい、で、ちょっとね、本棚つけるときにこれ取っちゃった、あ、っていうか、部屋の模様替えしようとして取っちゃったらパズルがね、バラバラになっちゃった。実は糊で貼ってなくて、裏、うん、なので、直して写ってる、うん、直して、糊で貼りました。なので、もう、こんなことやっても、こんな落としても多分そう糊で貼ったんで、割れません。はい、でこれを、その時に使ってた、この何、この写真立て、額、それがなんかおかしくなっちゃって壊れちゃったんで、100均で買ったやつだったからね、すごくおかしくなっちゃって、今回これにしようかなと思って。どうですか、あら、かっこいいじゃない、いいんじゃない、こっちいいね、うん、でこれは今度リミちゃんのね、お部屋にね、飾りたいと思います。翔ちゃんの部屋ちょっと飾るところがもうなくね、なくて、テレビの上ならまだ飾れるかな、うん、ぐらい、まあとりあえず、まあどっかには飾るんですけど、はいはい、なのでこれにはこれを入れます。はい、使うか、え、取って、取ってついてる、かわいくないそれ、え、かわいい、これかわいいでしょ、めっちゃかわいい、なんかこのままでもいいけど、なんか中に写真をね、変えてもいいし、うん、これいいよね、推しの写真いっぱい入れるの、推しの写真をこういっぱい入れるの、推しの写真でもいいし、白ゴロ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 、あとアニメの推しとか、うん、同じサイズ、これそう、2個、1個は白ゴロ、1個はアニメの推しどっかにかける感じで使っても可愛いかなっていう感じですね、これは。はい、めっちゃ可愛いですね、これ。写真立てじゃなくて、なんかこうかける感じの写真かけ、あー、こういう感じ、ほら、あ、可愛い、このトーンのお部屋にしたい人はこういうのいいんじゃないかなって思う。とりあえず買ってみました。ちょっとどこにつけるかはまた考えましょう。この辺にこう動画のバッグにはい、ペッコロコロ写真が変わってるのそれでもいい、あ、これはちょっとママが使おうかなと思って買いました。はい、だそうです。はい、これはママがちょっとね、リビング、リビングか玄関かなんか使えたらなと思って買いました。だそうです。こちらです。こちらがあのピンクのね、あの新作かなって感じのアイシャドウパレット、なんかね、4種類出てたみたいなの。あ、そうなんだ。実はなんかママは、そう、ママがね、可愛いからじゃあ他の2種類もちょうど買ったらなと思って、ママがこちらを買って、はい、あのお店に3種類しかなくてですね、あ、もう1個なんかね、普通の透明のやつもね、あれ新色になったんだって。あ、マジみたい、なんか動画やってる人いて、実は4種類新色が出てたらしいんだけど、もうこれしか分かんなくて3個だけ買ってきました。めっ ちょっと開けてみる、順番的には、うん、05番、06番、07番、あ、そうそう、04番もあったみたいなのよ。それはこういうなんかネオンじゃないんだ、ネオンのケースに入ってない普通のいつものやつみたいで、それなんか気づかなくて買わなかったんだけど、多分あったと思うんだよね。じゃあ開けてみましょうか、せっかく。ピンクかわいい、かわいい、かわいい、ユーアグラム優秀だからね、ほんと。でも、かわいい。うん。かわいい。これでかわいい。これからしてかわいいよね。でも、かわいい。かわいい。あ、かわいいじゃん。いい感じだね。この感じ。どの色？わかるかな？ここ。ピンクとラメで塗って。どこの色？上のね、2色。1、2。このあそこを塗ったの、塗りました。おお、いいじゃん。え、上が一番右、うん、で下のピンクが真ん中、うん、はい、こんな感じで、はい、かわいいね。ね、じゃあ他の2色はもっと派手なのかな。じゃあ6番と7番もこれ開けてみようか。オレンジが6番だね。わ、かわいい、めっちゃ派手だね、ケース。おー、やっぱりなんかこう黄色っぽいというかオレンジっぽいというか ね紫もあれば黄色もあれば、うんうん、やっぱちょっと派手な感じがするね。で、真ん中はケース同じ色じゃない？あ、そうだね、オレンジっぽい、うん、それは使いやすいかもね、オレンジ ね、ママオレンジって感じ、うん、
緑入ってんのかな。お、緑入ってない。真ん中が多分なんかちょっと黄緑っぽい。黄緑っぽいかな。あ、でもちゃんと白とか入ってんね。白入ってる、ね、茶色入ってるし、ピンクもオレンジも入ってるから、このパレットは普通に使えそうじゃない？紫も。ね。まあ、どのパレットも使えますね。そうですよね。うん。でもやっぱ、翔ちゃん的にはやっぱピンクが一番かな。これ。うん。ね。はい、こんな感じです。とてもね、持ってるだけでもなんかこう、テンションが上がるような、かわいい。200円です、1個。そう、100円じゃないんだよね、200円。ちょっとお高め。ちょっとお高めだけど、でも、うん、なんだろう、普通の、何コスメに比べれば全然やっぱ安いよね。200円って。ユーグラムはねやっぱ優秀なので、これでも十分、これでも十分だね。十分ですね。ぜひ買ってみてください。はい、はい、はいはい、はい、じゃあ次リミちゃんですね。はい、こんな感じで、まあ、私と比べちょっと少ないかもしれないですけど、リミちゃんこんなもんでしょ。でも自宅はこんないっぱいから。はい、じゃあお願いします。まあ、はい、まずハンカチを4枚買ってます。あ、待って、シオと全く一緒なの買ってるんだけど。おにぎりがある、かわいい。これおにぎりかわいい。あれ、わかる、リミ。わかんない。でもリミが選んだんだもんね。そうなんだ。あと、黒いやつと、星。うん。あと、水色無地と、水玉。これ私全く同じの持ってるんですけど。まあいいじゃないですか。まあ大丈夫、私今、シって書いてあるから。うん、名前付けた。名前付けたから。あと、磁石はね、これ、光沢。はい、光沢で使うらしくて、めっちゃすごい、いっぱいめっちゃ入ってる。光沢マグネットを買ってきましたのでね。光沢もすごい。リミちゃんの宿題の動画を見てくれた方はわかるかもしれないんですけど、光沢でちょっと磁石が弱かったので、強力なね、磁石に変えようということで買ってきました。超強力の、超強力。1万100円が4枚。あと、強力の25倍のマグネットが100円で1つ。はい、そう。そっちに、ま、そっちに2個でもいいんじゃないって言ったんだけど、こっちがいい。こっちの方が格好いいよね。高い、高い分があって。そうそう。はい、次チューリングキャンディー、はい、トーマスの。これレジ前に売ってるやつです。レジに行ったらトトッと入れられました。いつものパターンです。やばい、トーマスにピントがあったんだけど。マジマジ。わー、はい、ちゃんいつも買おうか。わーわー、はい、こんなんいつも買ってるっけ。ミルメアが可愛い、はい、これ好きなんですよ、ね、マジ好きなの。私いちごの方が好き。ミミはコーヒー、アンが甘いはコーヒーが大好きでね。コーヒーなんて美味しい。はい、じゃ次お菓子やん、うん、ジェットチーフィットフェットチーネグリ。はい、これ美味しいんだよ。でも美味しいよね。私美味しい。ソーダ好き。ソーダもあるし、コーラも。いや、私ソーダ好き。これ美味しいです。ブドウマンガイ好きだけど、私これ読んだことなかった。フェットチーネグミっていうので、うん、初めて知った。おかしいよね、あんまり。あとは、あとはポケットティッシュ。はいはい、ポケットティッシュとスクラッチアート。すごいね、これ。リミちゃんね。こんなんかけんの？そう。こんなん放りかけんの？多分ね。マジ？私もこれなんか人気らしいよ。今大人気っていうと書いてあったからね。うん。次で、また一枚もらおう、これ。はい、リミちゃんのは以上でーす。はい。はい。ということで、次はママの紹介していきたいと思います。ママが買ったというより、うん、まあ、家庭で使うもの、家で使うものなので、まあ、ささっと本当、みんな見てもつまんないかもしれないんで、ささっといきましょう。まず割り箸。はい。はい。70本入ってます。はい。やば。次。1ヶ月は持つ。続いてフェイスタオル。はい、こう黒がいいんです。黒が、はい、100円ですよ。ここ、はい、あとペーパータオル。最近ね、家族内でもなんかタオルをずっと使い回すのがなんとなく抵抗があって、ペーパータオルを使ってます。で、これね、一家族1回1個しか買えないんだけど、ほら2回に分けて行ってるから、別にわざと狙って2回に行ったわけじゃなくて、なんだろう、1週間前に買ったで、また次の1週間前の1週間後に行った感じじゃん。分かる、行った感じ。そうなので 2個あります。別にこう1日に2回こう行ったわけじゃないので、そこはちゃんと心配しないでください。そうです、これもね、一家族1個なんだけど2回行ってもね、そうそうそう、これ必需品ですね、今となってはね。はい、次スーパーさんの。そうです、もう使ってるっていう。そう、ごめんなさい、もう使ってた、それ。これはもうちょっとね、いっぱいいろいろ使うので、すごいパンでした。あー、前回行った時全然なくって、で今回ちょっとね、多めに買いました。はい、使用し大丈夫。やっぱね、ビニールはないと不便ですね。何、今ほら袋くれないじゃん。ゴミ袋にしたい時とかもあるしさ、ゴミにビニールに入れて捨てたいとか。あるあるある。あと何かしらやっぱさ使うじゃん、なんか千代ちゃんとかもたまにビニール。ああ、使う。なんかこうお菓子持っていくってこと。お菓子持って使うし、あと、うん、あの靴入れるやつ。あ、そう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 、学校にさ、うん、靴をさ入れてこう。あ、そう、クラスが変わる日。ああ、まあね、とりあえずちょこちょこ何だかんだ使うことがあるので、ちょっと今回ねめっちゃある時に買いました。前回行ったら全然なくて。そうなんだ。うん。はい、次。続いては、コップスタンドとまな板スタンド。まな板スタンドはちょっとね、今大きすぎて、なんか使いづらいので、ちょっと小さめを買って試してみようかなと思って。で、コップスタンドはちょっと使うか分かんないけど、とりあえず買ってみよう。使うか分かんないんだ。はい、次。あと、ショースペース。あ、はい、待って、間違えた。滝
能、まあ、これなんかすごい人気があるまな板ってすごいインスタグラムで多機能だって。そう、多機能、多機能、多機能だよね。ずっと欲しくて、うん、そう買いました。使い勝手がいいのかわかんないけど、まだ使ってないので買いたいと思います。直線しよう。直線しよう。直線機 OK だって。あ、はい、はい、次キッチンマルチスタンド。あ、そう、これもずっと欲しかった。あの、ゴミ袋とペットボトル両方ともなんかかけられるらしい。そう、ゴミ袋にしたくて、ペットボトルは、ね、そんなにしょっちゅう乾かすことないので、ないよね。こんなんでもゴミ箱にしたいんです。こうやってここにビニールを入れて、ゴミ袋にして、こう料理とかしてると絶対ゴミが出るので、ビニールにしてるんですけど、やっぱこういうのにね、こう入れとくと使いやすいんです。使いやすいかも。ちょっと探して休みつけて買いました。あとママのミラー。あとママのミラーは買ったんだけど、もちろん。いや、だって拡大鏡が片方拡大なんですよ。うわ、すごい。わかりづらいけど。はい、まあ、とりあえずそれは買いました。はい。はい、あと靴下をちょっと買いました。ママの。そう。で、これが、うちらが愛用してる、塩コショウ大好き。大好きなの、我が家ね、うん。このガーリック、粒ガーリックが入ってるやつ。うん、マジで美味しいよね、これ。なんでもあるよね。サラダも、ステーキも、卵も合うし。なんでかんだ他のを買っても結局これに戻っちゃうぐらい、このダイソーのこれが好きなんだよね。それが好き。はい。あと一個最後、これ。ジェルボールを入れようかと思って買いました。あの、洗濯、うん、洗剤ジェルボールね。我が家今、ジェルボールを使ってて、はい、それをちょっと入れたいなと思って。はい。買いました。以上でーす。以上でーす。はい、違う。じゃあ次は食べ物です。え、塩コショウとか食べ物でしょ。あ、そうか、ごめん。じゃあちょっとごめんなさい。はい、じゃあ次食べ物だね。はい、はい、まずこの低糖質のビーフカレーが1、2、3、4、5個。はい、で、こっちの低糖質チキンカレーが1、2、3個。そう、ね、チキンカレーが3個しかなかったので、そういうことだよね。ビーフカレーを1個足して、まあ4人家族なので2回分買いました。この低糖質がねいいかなと思って、やっぱ長ちゃんとかにも気に入ってると思うんですね。はい、痩せたいです。はい、家族みんなでやっぱね、食べるときはこれにしようと思って。はい、はい、いい。まあ、それに伴って、うちのね、家族みんなダイエットしてるんですよ。そうですね。まあ、1キロもみんな痩せないっていうね。それダイエットしてるって言わないよね。はい、続いて糖質豆腐のフルグラ。これ2つで100円なんですけど。そうです、2つで100円なんです。2個買ってきました。はい、フルグラも美味しいんだけどね、なんか結構カロリーが高いかなっていう印象だったんだけど、これは一応糖質豆腐なので、はい、はい、しかもなんかこう大きいのかつなくなかなか食べきれなくてね、わかるね。だよね、だよね、わかる。めっちゃわかる。こういうなんか食べきりサイズがやっぱぴったりだなと思って、しかも2個だけだったのでね、はい、はい、あとこれ食べ物なのかな。あ、これはね、ママのガムシロップです。あの、たまにコーヒーを飲むときにない時があるので、かもしれない。これも一応ノンカロリーです。そうです、一応ノンカロリーがあったのでノンカロリーにしました。はい、はい、はい、ということで、忘れちゃいけない、パパ、あ、パパだ。こちらピクルスです。パパが買った、パパ唯一のものです。パパが買ったのはこれです。パパこれ好きなのかね。ね、すごい、すごい、100均に売ってるんだね。ね、こういうの見るヤクネバって感じ。そうなの、そうだね、人間が入ってるのヤクネバ。はい、じゃあこれで本当に全部だね。はい、以上でございます。1万円。まああと飲み物とかも買ったりとか。あー、私、ね、創建ビッチャーで買った。そうそうそう、そういうものがちょこちょこね、あの、入ってないんですけど、まあ、だから約1万円ぐらい、はい、で見ていただければと思います。はい、はい、ということで今回はですね、ダイソーで約1万円分の購入品紹介をしました。はい。それでは、バイバーイ。